おう、あんたもなんかお求めかい？売ってよし、買ってよし、安くてその上質もいい。弥勒移動商店だよ。と言いたい。弥勒さん？おや、静か御前じゃねえか。静か御前の家出だ。これはまた遠いとこまで家出しましたな。もう弥勒さんたら笑ってる場合じゃないんですよ。神食い、神食いが鬼ヶ島で復活し桜島の方へ飛んでいき、いやいや、でもよ、私ばったり会っちゃったんです。これはまた静か弥勒、おっと失礼。壊された封印も直しに。ほん、はい、封印どい、そうか。何をしている？いや、そう、すれ違いになって近くまで来てるとは思うんだよな。あいつ、相変わらずの丸め込みっぷりだな。何にせよ、機械ヶ原で迷っている行商人は放っておけんな。探しに行こう。
私に？あなたはわざわざ機械が破片？ああ、何が何だか分かりませんが、ついていきますね。あんたには世話になったからな、特別安くしといてやるよ。鬼ヶ島に行ったら寄ってくれよな。
おお、休憩所にいた者たちは全員避難したか。鬼ヶ島に封印されていた神杭についてちょっと知らず、そこには200年前に姿を現し5つのそのこの神、お前に我らお前に情けないが、しかしお前かはもちそのか、うん、そんな恐ろしいか、それに神杭が分かってる、そんな君が、そうだ私は、でも了解や、それでも私がいた、私本当の世界、そこまで言うのよし、しかし条件よ、ごし彼女どれに、お、はい、さあ行ってまいれ、見事打ち倒し外界への道を切り開くのだ。Thank you.